みんなで声を掛け合って熱中症を予防しましょう。皆さん、いい夏を迎えてください。香川県の池田豊人知事や大塚製薬の職員などが参加した熱中症予防啓発キャンペーンのキックオフイベントです。このキャンペーンは熱中症の予防を呼びかけようと、香川県など四国4県と大塚製薬、セブンイレブンジャパンが連携して行うものです。四国4県のセブンイレブンの全店舗でポスターもしくはデジタルサイネージを活用するなどして、こまめに水分補給することなど熱中症対策を呼びかけます。香川県では去年の5月から9月までで767人が、今年は4月29日から今月16日までに70人が熱中症で救急搬送されています。喉が渇いてからではもう遅いということもありますから、こまめに、水を飲んで、対策をしっかりしてほしいと思います。キャンペーンは来月8日まで行われるということです。